回目の出展になりまして、感想としては、そうですね、非常に多くの方にご参加いただいて、我々も宝探しを知らなかった方にPR がよくできているなと思ってます。そうですね、さまざまな業態の方にご参加いただいていて、商業施設さんですとか、施設テーマパークさんのご担当者さん、あとは地域自治体さんの方も立ち寄っていただいているので、非常に幅広い方にブースにお越しいただくことができております。今2日目なんですけども、1日200枚程度名刺交換させていただいていて、当初の目標の、ほぼ近い形でクリアをしているような形ができています。商談は1日約20件今話しいただいていて、割と具体的な案件で、それぐらいなので、長期的なお話も含めると1日40件ぐらいのお話はいただけたいかなと思います。そうですね、おかげさまで今回は9割方が新規のお客様にご来場いただいて、商談をさせていただいております。来年も同じ形で出店ができて宝探しを広めていけたらと思います。